さて、2月14日の今日はバレンタインデーです。バレンタインデーの歴史はローマ帝国の時代に遡ります。当時の皇帝クラウディウス2世は、愛する人を故郷に残した兵士がいると士気が下がるという理由で、ローマでの兵士の婚姻を禁止したと言われています。これに反対したバレンタイン司祭は命令に反し、多くの兵士たちを皇帝に秘密で結婚させました。このため皇帝の怒りを買い、ついに処刑されてしまいます。この殉教の日が西暦270年の2月14日で、バレンタイン司祭はセントバレンタインとして敬われるようになり、この日をローマカトリック教会では祭日としているんです。初めの頃、セントバレンタインデーは司祭の死を悼む宗教的な行事でした。これが14世紀頃からは、若い人たちが愛の告白をしたり、また一説には2月が春の訪れとともに小鳥もさえずりを始める愛の告白にふさわしい季節であることから、この日がプロポーズの贈り物をする日になったとも言われています。日本では1958年頃から流行し始めたバレンタインデー、女性が男性にチョコレートを贈るのは日本独自の習慣で、欧米では恋人や友達、家族などがお互いにカードや花束、お菓子などを贈っています。チョコレートはどこから出てきたかというと、1858年に東京都内のデパートで開かれたバレンタインセールで、チョコレート業者が行ったキャンペーンが始まりだったそうです。今ではチョコレートといえばバレンタインデーの象徴のようになっていますよね。1980年代には、職場でお世話になっている人やクラスメートなどに送る義理チョコと、男性が女性にチョコのお返しをするホワイトデーが定着。そして現在定着しつつあるのが、女性が女性の友達にプレゼントをする友チョコや、自分にご褒美をあげる自分チョコ。お友達同士で欲しいチョコを交換したり、バレンタインならではの豪華なチョコを自分用に買ったりするのが流行しています。また家族に贈るファミチョコなんていうのもあるんだとか。普段なかなか言えないいつもありがとうの気持ちを伝えるのにいいかもしれませんね。今年は愛の告白には縁がないわという女性の皆さんも、友チョコや自分チョコ、ファミチョコでバレンタインの雰囲気を楽しんでみるのはいかがでしょうか。私も自分にご褒美チョコを買ってみようと思います。以上、今日は何の日のコーナーでした。